ところが、東条会と中国マフィアの抗争に加えて、ジンゴン派が町中の風俗店を買い占めています。ご存知かどうか、スターダストもその餌食になりました。ああ、聞いている。こんな時に、もし希望があるとすれば、堂島の竜が今またこの町にいるってことです。だが俺は。分かってます。桐生さんが抗争を収めるために来てるわけじゃないってことは。ただそれでも俺はあなたには期待しちゃうんです。すいません、今のはこっちの都合でしたね。アジア街のことは調べておきました。江戸と話をするだけならわざわざ正面から乗り込む必要はなさそうです。迂回ルートがあります。迂回ルート？採用会のメンバーは半端な数じゃありませんから、人目を避けて忍び込みます。うん。ところで桐生さんが江戸に聞きたいことってのは？採用会が辰川って男を殺した理由だ。辰川？尾道の極道だった男で、最近は採用会の情報屋としてアジア街に出入りしていた。うん。そしてそいつがハルトの父親だったらしい。プラット。じゃあそんな危なっかしい奴がハルカちゃんの？まさか。俺もまだ信じられない。だからそれを確かめるためにも江戸と話がしたいんだ。なるほど、わかりました。俺がアジア街を案内します。いいのか？ええ、もちろん。アジア街の前でもう一度落ち合いましょう。本当はもう少し人数がいるといいんですけど。それなら尾道からちょうど仲間が二人来ている。そしゃ、何度もご足労をかけて申し訳ないんですけど。 No, he's being modest. It's okay. It's okay. And he's off. Deuces. All right, back to Serena.It's on the second floor. Ding!悪いな、待たせたか。桐生の兄貴、
すんません頭、しこたま飲んじまってこれでも辰川のこと可愛がってたんすよね。俺だって酔いたかったのに先に酔っ払われちゃいましたよ。ああまあお前らの気持ちは分かってるんだが5万だぞその酒は一本5万はする酒だ。ちょえそれじゃ50万。だからもうやめた方がいいって言ったのに。頭ちょっと起きろよおい。なんじゃ。ユータ踊れ。なんでもっと早う止めんのじゃバカだれ。立川なんぞのために50万も。まあつけにしてもらったんすから後で何とかするしかないでしょう。それより今はアジア街のことですねえ桐生の兄貴。ああもう目は覚めたのか南雲。当たり前じゃい。これから殴り込みっちゅう時にいつまでも寝ぼけとるわしやなあですわ。しかし韓国人のホストとやりようたと思うたら今度は中国マフィアのアジトに殴り込みとは。ええですな兄貴は。毎度喧嘩の種がようけ転がっとりますわ。けどその連中辰川をあんな殺し方した組織なんすよね。こっそり忍び込むっつっても本当に大丈夫なんすか。バカだれ我らは何しにカムロ町を組んだる目で出てきたんじゃ。こういう時のために体張りに来たんじゃろうが。あ？いや無理はしなくていい。確かに命がけだ。相手は殺しをへとも思ってねえ連中だからな。おいじゃけどわしらにとっても辰川の弔い合戦ですけ。お前もええ加減腹くくれやユタ。へいへい桐生の兄貴それじゃもう出るんだ。そうだなそろそろアジア街に行こう。おっしゃ地獄の果てまでお供しますわ桐生の兄貴。それじゃ。Those elevators are small as hell in real life. やっちゃったね、やっちゃったね。なんだよ。ガム。メゾン。しばらく寝てろ。うん？知らねえ番号だな。もしもし。もしもし、俺だけど。ん？俺？そう、俺だってば。お前は太一か？うん、そう、太一。なんだ太一か。お前、風邪でも引いてるのか。うん、ちょっと風邪で喉の調子が悪くて。そうなのか。うん、そ、ん？そっか。ん？実は今日。何？それで、俺、だからその、貸してもらえないと。太一。あ、お前。え？
そういえば。それで俺は。あ、実はだから。ほう。そうなんだ。そこに。ああ。本当。よし。ミレニアムタワーへ向かうか。待ってろよ。詐欺野郎。兄貴、アジア街じゃ。秋山ユンはここらで待ち合わせじゃ。ああ。こっちです。キリュウさん、少し距離を空けてついてきてください。南雲、ユータ、あいつが秋山だ。ええ。へい。江戸の店は荒れて少し遠回りになりますけど。分かった。そしたらこっちです。改めて秋山です。キルさん、そちらの二人が広島の。ああ、広瀬一家の若頭南雲と若衆の雄太。ハルトの父親だった達川も前は広瀬一家の組員だったんだ。南雲じゃ。宇佐美優太です。秋山さんのことは桐生の兄貴から聞きました。前はカムロ町の金貸しっちゅうことでしたの。前はね。今はまたホームレスに逆戻りでして。それより江戸の店に忍び込む作戦ですけど、まずはいくつか建物、さっきの江戸の店のさ、うまくやれば。その江戸大抵はね、もしいなければ江戸が店に戻ってくるので。 I'm so sorry。 こっそり建物の中に隠れて待ちます。 Kind of fading out。 できたら願い下げな状況っすね、それ。同感だね。他にもやりようはあるんだろうが構わない。今とにかく江戸と話さえできりゃそれでいい。それじゃ行くか、秋山。ええ、あ、そうだ、これ渡すのを忘れてました。ん？東上会の元四代目が採用会に気休めかもしれませんけど。みんな考えることは同じなんすね。 Another mask。 まず俺と桐生さんで先行して屋上へ行きます。それまでは南雲さんと裕太君はここで待機してください。さすがに4人全員で動くとバレちゃいますからね。屋上に着いたらロープを垂らしますんで、それを伝って登ってきてください。わかった。了解です。じゃあ早速行きましょうか。物音を立てずに。 Can I go get that shiny thing that was on the floor though? 以后全部确认完了吗？是，已经全部交付了。好，那今天的工作结束了，辛苦。待って。啊，对了，你今晚你有没有空？有是有，您不该又会去那家夜总会吧？好嘛，一个人去不好玩嘛。去是可以的了，但是你不能在付钱的时候睡觉了。知道了，知道了。您绝对是装睡的，对吧？没那么回事。いいですよ。俺が先に行って様子を合図したらこっちに。
キリュウさん。有可疑人物混进来了，他应该躲在附近，找出来。キリュウさん、バレないように隠れて。找到了，在这儿。あもう、仕方ねえな。行きましょう。やばい。くそ。こんなはずじゃ。キリュウさん、今のうちに早く。一時はどうなることかと思いましたよ。それじゃあ下でお待たせしてる二人を呼びましょうかね。よいしょっと。全員揃いましたね。それではご案内します。やけに静かだな。あれ？誰もいない？もしかすると罠かもしれないな。